今日は、アラサーの私が都内の会社に出勤するときのバッグを紹介します。はい、カバンは、ボッテガの、イントレチャートのトートバッグです。かわいい。結構高さがありそう。うん。で、色がなんか可愛くて、タピオカっていう色で、まあクリーム色みたいな感じで、すごい気に入って買いました。服選ばなそうだね。うん。すごい使いやすくて、おすすめです。中身の紹介を早速していきます。だいたい会社行くときは、マイボトルを持って行っています。ボトル結構大きい？うん。800ml くらい入るのかな。何入れて持ってってるの？ルイボスティーを 800ml 入れて持ち歩いてます。デトックスで、あとはKindle ペーパーホワイトですね。今は上田晋也のエッセイを読んでます。芸能人のエッセイ好きだよねまあ、名刺入れですね。これはなんか香港の免税店で買った名刺入れです。かわいい。かわいいよ。使いやすい。黄色にも合うブルーだね。合いますね。あとは誰かさんのパクリをしたロエベの、フラグメントケースです。騎士感あるなお気に入り黄色ね。かわいい。あとは、ブルーライト対策のメガネをいつも持って行ってます。大事だよね。大事。もう目がシオシオしちゃうのでメガネをかけて作業してます。で、メーカーはオウンデイズのところで買いました。うん、なんかプチプラでいい感じだよね。うん、おすすめです。あとは iPhone ですね。最近ちょっとケースを変えました。かわいい。うん、トポロジーのケースと肩掛けの紐です。紐は別売り？うん、別売りで、13を買うときに予約してたのが時代はね、肩にかける時代なのよ、iPhone が。持たないのよ、かけるのよ。で、あとは有名なね、Amazon の3000円くらいの中国製の、AirPods、2000円 AirPods ですね。どれぐらい使ってるの、これ？これ5年くらいも使ってます。そんなに使ってたの？意外とね、音質良くて気に入ってるのよ。あとは、草間弥生の、ハンカチです。これ直島で買ったんだっけ？そう、一緒にね、直島に旅行行った時に買った、また黄色のハンカチですね。美術館設計した人覚えてる？熊健吾だっけ？うん、違いますで、次はポーチです。で、ポーチはね、プラダで、ゲットしました。ずっと欲しかったやつを買いました。結構入りそうだね。うん。で、会社行くときは、その後に出かけることが多いので、ちゃんとお直しのものを持ってて、まずは、パウダーです。コスメデコルテのやつかな。うん、コスデコの田中みな実買いですね。田中みな実買い意外とやってるよね。意外とやってます。見た目全然違うんですけどねなんか骨格とかパーソナルカラーとかまるで違うよねで、あとはね、アラサーはね、くすみが気になるっておっしゃってましたけど、私も結構くすみ気になって、乾燥するとね、顔が土系色になるので顔をテカテカにしたいので、3のシマリンググローデュオを使ってます。くすみ気になる方は別のWhat's in my bagでも紹介してるので見てみてくださいあとはこれも田中みな実買いのシャネル の, キラキラになるやつね。これはハイライトなの？うん、ハイライトで、顔にも使えるし、なんかデコルテとか、田中みな実は耳とかにもツヤツヤにするために塗ってるって言ってました。あ、聞いたことある、うん、耳か。耳に塗らんよな。塗らないね何か塗ろうと思ったことないねないね、うん、で、あとは決まれると噂の CBD のロールオンタイプのものです。言い方が良くないよね方法です次がね、イヴ・サンローランの、リップです。これ限定パッケージ？おそらく限定で、義理のお姉さんが誕生日プレゼントに昔、くれました。会社でもなんか使いやすい色なので結構使ってます。かわいい。かわいい。婚活リップって噂のやつですか？そう、なんか巷では婚活リップって呼ばれてるらしい
可愛いよね、ハート柄でね。可愛いね。あとは、トーンのマスカラかな。カラーマスカラ？うん、ボルドーのマスカラ。これもあの姉さんが誕生日にくれました。眉 A の顔はお姉さんでできています。これはあのボルドに合わせてピンクのウズのアイラインかな。可愛いね。可愛い。最近ねカラーメイク流行ってるからね。そうだね、うん、でこれはすごいおすすめなんだけど、あの眉毛サロンのお姉さんにおすすめされた眉毛用の美容液です。なんか顔面基本人におすすめされたものかもらったものでできてる。そうできてますね。これなんかあの寝る前とかでも美容液として使えて、なんか眉毛あの薄いのがコンプレックスなので、あの植毛しようと思ってあのやります、やってます。植毛、あ、増毛か。増毛だね。増毛ですね。植毛はまだあの決意できてません。あとは、ハンドクリーム、ディプティックかな。そうだね、うん、あとはあのウカのネイルオイル715を使ってます。これは時間で香りが違うんだっけ。そう、715とか18時とかいろいろあった気がするけど、これが一番好きで乾燥対策でネイルオイルを使ってます。会社乾燥するからね。そうなのよ、乾燥対策大変で、あとはあのすごい一番刺激の強い、ロート C キューブを使ってます。これも乾燥対策だね。そう、乾燥と眠気を吹き飛ばすっていうので。あとはこうね、おすすめのリーカの、アイシャドウ、これもお姉さんが買ってくれました。お姉さん大活躍だな。これはね、あのシャネルのミラーです。はい、私の、会社バッグは以上こんな感じでした。この動画が面白いと思ってくださった方はチャンネル登録お願いします。高評価もお願いします。